一気村は、福島県に、かつて存在した村、北合津郡に属していた。現在は、合津若松市の一部であり、東欧項目では、現在の合津若松市一気町についても述べる。日本福島県合津若松市一気町津若松市一気町、鶴ヶ付近合津若松市一気町亀ヶ付近国道49号沿いなどには、商業施設が立ち並ぶ合津若松市。 一区町八万付近現在の合津若松市北東部にあたり、商業地、住宅地、農村集落、水田、山林などが広がる。同地区を国道49号、福島県道64号合津若松裏、万代線、福島県道69号、北山合津若松線などが経由している。これらの路線の沿線の一部では、飲食店、 スーパーマーケットなどの商業施設が立ち並ぶ。万越自動車道も経由している。また、当地区に駅はないが、東日本旅客鉄道万越再線も経由している。また、国道49号東側の高台に、依頼団地や松永団地などの団地がある。主要地区の現況を述べる。ただし、旧域村域の一部は住居表示の実施により、 鶴ヶ町などの町名となっている。一気町西部の地区。国道49号が地区を横断するように通過し、福島県道64号藍津若松浦、万代線なども通過する。地区内には住宅地のほか水田などが広がる。また、前述の幹線道路沿線にはスーパーマーケットなどの商業施設が建つ。加えて、地区を不動側が流れる。地区内は南部に、 住宅地があるほか、北、柳原、郷野原の集落がある。一気町北部の地区、万越自動車道が通過するほか、国道49号が地区を縦断するように通る。地区内に、合津大学、福島県立合津支援学校があるほか、国道沿いには一部で、商業施設が建つ。また、地区を不動側が流れる。そのほか、地区内には水田などのほか住宅地があり、 上ェイ下イ、シ下柳原などの集落などがある。一基町北部の地区。万越自動車道、福島県道64号合津若松浦番台線が通過するほか、松永団地があり、団地内には、私立松永小学校などがある。また、地区内には水田などの農地のほか産地などが広がり、上松久保久田下松久保上長原、 下、長原などの集落がある。一基町南部の地区。東部の一部では、住宅地が広がるほか、私立一基中学校、福島県立合図学大鳥中学校、高等学校、合図大学短期大学部がある。また、西部は山地になっており、道が、桜山、鉱山などがあるほか、飯盛山周辺も地区内になっている。加えて、合図大塚山古墳や、 旧滝沢本陣などがある。地区内には滝沢、牛ヶ墓、墓か、石が森などの住宅地、集落がある。一基町東部の地区、水田などの農地が広がるほか、山地なども広がる。地区の北東部を国道49号、国道294号が通過する。また、金堀の集落がある。会津若松市住居表示整備事業基本計画。ありがとうございます。